ああ、腹減った。早く料理来ねえかな。ギャー！大地！消えちゃいました。これはこれは。どうなってるの？ブラックチャンネル。招待されたレストランってここ？そのようです。おいしいものがたくさん食べられるなんて楽しみです。しかも全部タダなんて太っ腹だよね。誰からの招待なの？わかりません。え？招待状に差出人の名前がなかったので。それ大丈夫？怪しいんじゃない？お腹空きました。早く食べたいです。ああ、バニラちゃん、勝手に行かないでよ。サトシ君の言う通り、怪しいんじゃないかって。カメラちゃんもそう思いますか？確かにこのレストラン、とっても鬼ヤバな予感がします。マナー違反者。あれ、クラスのみんなも来てたんだ。わあ、腹減った。早く料理来ねえかな。ギャー！ドイチ！消えちゃいました。これはこれは。どうなってるの？マナーの悪いお客はお断りでね。誰？あなたの仕業でしたか。お知り合いですか？俺ちゃんと同じく YouTuber です。僕の最高の企画にようこそ。マナー違反すると消されるレストランだ。なるほど、そういうことですか。お前が大地を消したのか？そうだよ。彼はナプキンを広げたまま膝の上に置いた。二つ折りにしておくのが正しいマナーだからね。そんな細かいマナーわかんないよ。そうだろうと思ったよ。だから君たちは一人また一人と消えていく。その度に視聴者は増え、僕は注目される。考えただけでたまんないよ。ブラック、今日こそ邪魔はさせないからな。脱出不可能。お、アウト。二つ折りにしたナプキンは折り目を自分側に向けるのが正解。残念、ティーカップは両手じゃなく片手で持つのが正しいのさ。どんどん消されていきますね。こんなの無茶苦茶だ。逃げようよ。おっと、最初の料理が運ばれる前に席を立つのはマナー違反だよ。カカカ、ご忠告くださるなんて優しいんですね。君たちには長く生き残ってもらわないと面白くないからね。僕のライバルとして。俺ちゃんはあなたのこと何とも思ってないですけど。余裕ぶってられるのも今のうちさ。さあ召し上がれ。おいしそうなパンです。いただきます。あ、バニラちゃん待って。なんでですか。もうお腹ペコペコです。パンは丸かじりしないで一口分ちぎって食べるんだ。マナー違反で消されちゃうよ。サトシ君、よく知ってましたね。お母さんが言ってたからね。こうやって。うわぁ、サトシさん惜しかったね。一口分ちぎるってとこは正解。でもバターはちぎった後に塗るのがマナーさ。厳しいですね。さあ次は君の番だよ、ブラック。永遠に僕の前から消えろ。ひどい、ひどすぎます。見たか、これが僕の力だ。このお店全然お料理食べられないでしょ。空腹の限界。おやおや、バニラさんの空腹が限界に達したようで。食いもん、食いもん。こうなるとバニラさんは見境なしですからね。早く逃げないと食べられちゃいますよ。食べ物ごと全部食べ尽くしてやるでしょ。うわあ、あいつ何なんだ。知らないんですか。彼女は天使系 YouTuber のバニラさん。可愛らしい見た目に反する豪快な食べっぷりで人気を獲得しています。はあ、食いもん、食いもん。来るな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 。カカカ、鬼ヤバな人を怒らせてしまいましたね。そして
目が覚めましたか？ブラック、あれ、俺たちあのレストランで消されて、あの方がいなくなって消された皆さんも戻ってきたようです。あいつはどこに消えちゃったの？ふぅ、美味しかったです。まさか、かかか、今回は俺ちゃんが出るまでもなかったようですね。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。